西南学院中学校、高等学校は、福岡県福岡市沢楽、桃地浜にあるキリスト教系の私立中学校、高等学校である。略称は、西南、中高一貫教育と高等学校の外部募集を併和こしている。福岡を代表する伝統校の一つであり、1916年に南部バプテスト連盟の宣教師 c k 同者によって設立された、 私立中学生南学院を前身とする。自由で自主性を尊ぶ校風であり、キリスト教教育を基盤として、地域社会及び国際社会に奉仕する創造的な人格を育むことを使命としている。創立以来男子校であったが、1994年に高校を1996年に中学を、教学化した。また、かつての校舎は、沢楽西陣にあったが、 2003年に、沢楽、桃地浜に移転、統合された。旧校地で使用されていた行動は、ウィリアム・メレル・ボーリズによる設計であり、福岡市の有形文化財に指定されている。聖書の教えを土台とした、グローバル教育に力を入れている。聖書の授業が設定されており、聖書を通して、キリスト教社会の価値観に触れ、生き方や倫理観について学ぶことができる。 中学は一元の授業開始前に、高校は修例の際に、教室での短い礼拝の時間があり、週に一度チャペルでの礼拝を行う。また、英書の多読が奨励され、全生徒に対してオンライン英会話のカリキュラムが組まれており、外国人講師と一対一で英会話を行い実践的な英語力を育む。春休みに行われる、西南ピースメイキングプログラムでは、 生徒5人に対し1人の割合で、オックスフォード大学やケンブリッジ大学の学生などによるディスカッションや発表の指導が行われる。毎年様々な国から留学生やホームステイを受け入れており、同じ教室で授業を受ける。海外へ留学する生徒へのサポートも充実しており、毎年10名弱の生徒が海外留学している。週5日制。 高校では2年から文系、理系の2コースに分かれ、3年から文愛、文通、理の3つに分かれる。高校では文化祭はあるが、体育祭はなく、スポーツフェスティバルが開催される。聖南、BE トゥルー2、クリスト創立者の CEK ドージャーが、臨終に際して残した言葉であり、チャペルにもこの言葉が刻まれている。老人生を含め、 国公立大学へ80名前後、東京大学、京都大学にも毎年数名が合格し、九州大学へは毎年50名前後が合格。2018年度は九州大学へを入試合格者を全国で最も多く輩出するなど、英語入試にも強い。総計アマーチ、赤々同率など、関東、関西の南関私立大学へも毎年多数の、 合格者を輩出している。併設校の西南学院大学への特別推薦制度があり、西南学院大学への推薦入学者も多い。生観会、放送実業会、社会事業文芸、学術芸能、音楽、放送業界スポーツもよりの鉄道駅もよりの、バス停もよりの道路。ありがとうございます。